えー、今週の負けです。 今週のおまけは、シュクラメンさん、男性10代、福岡県の方です、えー。森元総理はロシアのプーチン大統領が批判されて、えー、ゼレンスキー氏は全く何も、えー、怒られないのはどうかという、えー、ゼ,ゼレンスキーさんは、えー、多くのウクライナの人たちを苦しめている、日本のマスコミは一方的に偏り、西側報道に動かされてしまっていると米、欧米の報道のみを使っている感じがしてならないと述べましたと。えーと全く 私も同じ意見です西田先生はどのように思いますかという質問なんですけどね全く私も同意見なんですねあの森総理という人はですね、まあ、こういう、えー、世間、まあ、世間いわ,いわゆる一般の普通のマスコミが言ってることの真逆のことをですね、えー、時々平気でおっしゃるわけですねでそして、えー、それは正しい時もあるんですけれどもまあ大概ですね世間と逆さまなことを言ってますからね世間から叱られる批判 バッシングされるという、まあ、そういうううそ報道にまたなるんですよねでこれは、えーまあ、それを承知で森元総理もされているわけですけれどもねでつまりこの報道の一番の問題というのはですねそもそも、えー、日本の報道これアメリカも含めて、えー、西側諸国の報道はみんなですね結局、えー、アメリカ発 のニュースといいうのが一番多いわけですねでヨーロッパ初のニュースというのもあるけれどもこの報道機関というのはアメリカやヨーロッパではですねもういわゆる国際金融資本からですねと同じの根っこが一緒のですね、えー、要するにユダヤ人勢力にしらしあの縛られているんだということはこれもあの実際問題多くの、えー、主義者が言っているところでありますよね。 でそしてその結果ですね報道が、えー、一つの方向に偏られた報道になってくるとでそして、えー、この要するに西洋の、まあ、キリスト教もユダヤ教もそうなんですけれどもね悪魔と神とのこの善悪二元論なんですよね。ロシアが悪魔ならウクライナは神というかね善という形になってきて、えー、善を助けるのは当然で悪は徹底的に懲らしめるという話になり えー、まあ、なりがちというかなるんですよねでそういうことを日本の中でもずっと同じ形で、えー、日本の、えー、この各マスコミなんかも報じてるんですけれどもこれこそですねこれこそ、えー、物事の本質を見損なってしまう見誤ってしまう根本的なち間違いなんですねで私は以前にも述べましたけれどもね善悪二元論で頭が、えー、縛られてしまうと物が見えなくなってしまう 世の中は善悪二元ではなくてですね光もあれば影がある、ね、で光がある,あるところには何かものがあった後ろに影があるわけですね。で影が悪いわけでも光が絶対的に正しいもんではなくて光が各方面から出てくると影すらなくなってしまうんですけれどもねものがそのほに見えなくなっちゃいますよねで。そういうことで要は世の中っていうのは光も影もあるということなんですよ。 でこれが事実だしね、えー、そのことをしっかり考えると世の中善と悪で、えー、善が正しくて悪が間違いというよりも悪には悪がと言われる人がいるためのです、ね、理由があるとなんでそういう行動をしたのかという一方で彼らの立場になぜそうしたのかということも考えなきゃならないわけですよね。その一番の番典型が 日本人にとって一番分かりやすいのがあの先の大東亜戦争なんですよ。で大東亜戦争は日本が一方的にこのアジア侵略を行ったと、ね、そして民主主義国家に対して戦争を仕掛けそして結果的に日本はですね打ちのめされて大反省をしたとということがこのいわゆる東京裁判なんですよ。にしたがいまして日本が一方的に悪いと、ね、そしてアメリカが一方的に正しい。 そして、えー、その侵略を受けたアジアの国々、まあ、特に朝鮮半島、えー、それから、えー、中国大陸、まあ、これはですね日本が、えー、侵略して勝ち取った植民地なんだみたいな話になってるんですがそうなんですかということですよそうなんですかとで少なくともいわゆる保守派を辞任する方々はですね東京裁判士官なんてものはですねありえないと,ということをみんな えもう常識ところが私が一番びっくりするのはそういうふうに思っている自称保守派もっと言うと自民党と言ってもいいですね。 自民党の人ですらです、ね、今回のゼレンスキーとプーチンの話になるとです、ね、ゼレンスキーが正しい方弱い方そしてプーチンが悪い方という話になってしまってです、ね、みんながです、ね、ウクライナカラーのマスクをしたりネクタイをしたり服を着たりしてるんですが本当は私は本当にちょっとどうしてるのと言いたくなるんですね。つつまりそういうい、ね、に論立,って立つなら日本が 東京裁判で歴史観を奪われて、一方的に悪者を予想はされてしまったということを認めるんですか？と言うんですよ。それは当然認められないでしょ。それはなぜかといえば事実じゃないからですよ。それは事実じゃないからですよ。だって、それはそうでしょ。そもそもですね。朝鮮半島の問題にすればですね。これは別に戦争で取ったわけ。でも何でもないわけですよね。 えー、まさに、えー、朝鮮半島の中でロシアに着くか日本に着くかとロシア自体が朝鮮半島を狙ってどんどん南下してきたわけですからねその中で日本側についていこうという形でそして日本と合併すると併合されるということを中韓国側が認めて日本も認めてそして韓国を からです、ね、普通植民地だったらそ,っからそこに資源があってそこからいっぱい物を取ってですね、えー、集奪するというのが西洋型の植民地の,、えー、その上等ですけれども日本はそんなことしてないんですよね日本と同じような教育レベル社会資本レベルにするようにですねどん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 投資を日本がしているわけですよ。 それが今の韓国それは中国でもそうですよね満州をどん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 、えー、この建国していくために投資をしていったとそういうことをしていってるわけですよね取るためじゃなくて尽く、えー、してるわけですね実際問題はでさらに、えー、その日本が大東戦争に陥っていってしまった一番のきっかけの一つはですねまさに介石と日本との間の戦争が長引いた。 いわゆるシナ事変ですよねでこれは盧溝橋という北京郊外のところで、えー、撃った一発の弾銃弾これはもう共産党軍だということが今やもう言われて事実とあった言われていますけれどもそれが撃ったのが戦闘状態になったしかし両方とも戦争つするつもりないんですよ。 もともと介石も日本も、えー、関東軍も戦争をするつもりはないとで特に介石は日本と一緒になってですよ自分たちの国を西洋から守っていこうと思っていたんですがところがもう片方で中国共産党毛沢東の軍隊がいますよね第8路軍でこれが介、まあえー、石を捕まえてですね、えー、日本と、えー、この、えー、戦争しろとで共産党と国民党は もう敵同士だったわけですけどね。どちらが主導権を取るかという。それをとにかく蒋介石と毛沢東が一緒になれ。というのがまあ国共合作ですよねこ。国民党と共産党と合同で作戦を立てるということでね。 でそれれを、えー、強要されたとでこれがシーアン事件というですね張作林の息子の張学良が、えー、シーアンで紹介石を捕まえて拉致してそれイエスと言わしたわけですよね。でそこから,そこからだからさっき言ったの公共事件どんどん共産の軍が撃った一発の鉄砲から戦争が始まりで日本の方が圧倒的に軍事力経済力強いですから一挙に彼らを すぐに、えー、この治、えー、めることはできるんですけれども収めても収めてもですね彼らは逃げていくそして武器も何にもないはずのものがどん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 武器が提供されてでそれがアメリカが要するにどんどん炎症ルートという形で、えー、ビルマの方を通って送っていったんですかね、えー、それが戦争を拡大させる、えー、一つの,上あの原因を作ったわけですよ。そそして日本はそのことが原因で <laughs> どんどんアメリカと戦うことになるんですね。つまり、アメリカが戦わせ、日本と戦わせるように。蒋介石を使って、引きずり込んでいったとも言えるわけですね。で、同じことが今、ゼレンスキーの、このことでも言えるわけですね。ロシアとウクライナって、圧倒的に軍事力、経済力に差がありますからね。それはもう、話にならないわけですよ。だから、えー、もう、えー、あの、地域間の紛争あっても、それボンド終わりで、後は。 話し合いで解決しようでいいんですよね？で、それをするようにしていたのが2015年よ 4, -4 年ですか？ロシアと、えー、それからウクライナとそれからドイツとフランスが後ろでなったですねえー。ミンスク合意というやつなんですよね。で。ところがそのミンスク合意を破って。 要するに話し合いでありましょうというのを破ってで一方的にどん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 ロシア側に、えー、ロシア居住区のロシア人たちをですね殺害したり、えー、人権侵害を繰り返してきたのが今回の戦争の発端になってるんですけれどもそしてそれを、ね、続かせるためにやってるのがアメリカや欧米の武器援助なんでですよこれとんでもないですよ。 あのウクライナにお金をどんどん渡して、うん、お金というか武器を渡してでそれで応援してるんだとでしかしそれは要するにねアメリカもイギリスも、ね、軍隊出してないけれども戦うのはウクライナ人なんですよで武器はどんどん我々が提供しますからとこれとんでもない話でしょこれはねこれでかつてのシナジ人編と同じことをやってるわけですねそしてその目的は何かと日本を、ね、潰すためにねあのだから 小さい国を応援して大きい方の国を潰すという作戦ですよね。あのかつての朝外籍と日本の戦いがその典型的な例ですよね。でそういうことを考えてみればちょっとは見えてくるんじゃないのかなということなんですよね。でさらにこれはですねあの聞いた話ですけれどもそういう欧米からウクライナに支援がどんどん武器がいってますね。その武器が今どうなっているかとでそれは そ,のそれを使ってまたそあのロシアとの戦いもしてるけれども文う脱っぽでさまざまな国に要するにテロ組織に売ってるわけですよこれあのヨーロッパやあのその周辺地域でいろんなところで民族紛争、えー、それテロがあったりするんですけれども要するにテロで使われているのは本当の軍事用の武器なんですねどこから手に入れてるのかとそれが、ね、欧米からウクライナに渡した。 軍事支援したら物資がそういうところで使われているということも今言われていますでそういうことを考えるとですよこれはまあ恐ろしいことをやっているわけですよそしてまたその同じようなことを日本もかつてされてきたそういう事実があるわけですねでそういうことを考えればもう少し、えー、この新聞が、えー、テレビや欧米のニュースが言っているけれどもちょっと違うんじゃないのと。 というふうに見るのが日本人なら当たり前だと思いますよ。というのは、日本人は同じことをされてきたんですからね。そして、星輪を名乗る人は、まずは東京裁判おかしいと思ってきたんでしょうと、ね。それと同じことが今やってるんじゃないのかなと、ということですよね。でそれを、そういうことを、まあ、あの森本総理は多分おっしゃってるんだろうと思います。けれどもね、えーまああの、なかなかそういうところまで。 えー、説明せずに、まあ、終わっちゃうとあの、まあ、切り取りで批判の対象になるんですけれどもね私もあの切り取りで言わずにですね全体を見て批判される方は見ていただきたいし私が今言ったことは全て事実に基づいて言ってますんで、えー、切り取りで変な、えー、誤解を与えることはしてほしくないと思いますね。まあ、いずれにしましてもそういうことも含めですねやっぱり目を見ていく開いていく必要がありますが。 これは、えー、一問一答の方でも、えー、ご案内しましたけれども12月5日の、えー、月曜日。 えー、ニューオータニホテルで6時過ぎからですね、私の整形セミナーで、今回のゲスト講師が、馬淵睦夫元中央グライナー大使ということで、今言ったような話がですね、多分聞かせていただけるんじゃないかと、私もその後また、えー、お話をします、えー、この組み合わせでの講演というのは、なかなか予想ではないと思いますので、ぜひ、えー、時間とお金に余裕のある方はご参加いただきたいと思います。えー、本日もごご覧になってていいたただきままししありがとうございました